キューバスはデジタルイクイップメントコーポレーションが製造した PDP シリーズ及びマイケロバックスで使用されたバス技術の一種。キューバスは2バスのアドレス信号線とデータ信号線を重ね合わせることで共有し低価格化したものである。これにより物理的にも小さくなり基本的に同一の機能を低価格で実現した。キューバスの物理アドレス範囲は 16ビットから18ビット、22ビットと時と共に拡大された。ブロック転送モードも追加された。LSI-11-23 の中身、Cubas 用基板とスロットが見える。二バ b s と同様、Cubas は以下のような特徴がある。メモリマップと I-O とは任意の2つのデバイスの間のデータ転送サイクルが同じプロトコルで行われることを意味する。 ニバスでは、ある範囲の物理アドレスが、i、大デバイス用に予約されていた。9バスでは特別な信号で、i、大デバイスのアドレス範囲を選択できるようにして、簡略化している。この信号は当初 BBS7 と呼ばれたが、後に一般化させて、物用と呼ばれるようになった。バイト単位のアドレス指定とは、ニバス上に流れる物理アドレスは、 バイトサイズのデータの塊のアドレスとして解釈されることを意味する。実際には2バイト分のデータをやりとりできる幅のデータ信号線があるため、アドレスの LSB は特別な解釈が行われ、バイト単位のデータを転送するデータ信号線の選択に使われる。厳密なマスタースレーブ関係とは、q ーバスでは任意の時点で必ず一つのデバイスだけが、 マスターとなっているということを意味する。このマスターデバイスがデータトランザクションを開始でき、これに対して最大一つのスレーブデバイスが応答する。これはデータのリードであってもライトであっても関係なく、バスマスターはどちらのトランザクションでも開始することができる。バスサイクル完了時、バス調停プロトコルによって次にマスターとなるデバイスが選択される。非同期とは バスに固定のサイクル時間が存在しないことを意味する。あるデータ転送サイクルにかかる時間は、その時のマスターデバイスとスレーブデバイスに依存して変化する。これらのデバイスはハンドシェイク信号を使用してデータサイクルのタイミングを制御する。マスターデバイスのタイムアウト回路によって許容されるバスサイクル時間の最大値が制限される。世代によって、 q バスのブドルは16本、18本、22本と変化した。ブドルはバスサイクルごとに物理アドレスを流すのに使われる。そしてブドルのうちの8本にあるいは16本がバスサイクルごとのデータを流すのに使われる。後期の世代ではブロックモード転送が可能となり、その場合はアドレスを1回流すと複数回のデータ、転送サイクルが後に続く。 アドレスを流している間はデータ転送が行われないのでブロック転送を行うことでデータ転送サイクルの占める時間割合が増えバスのデータ転送速度が向上するバス調停を行う際バスの論理的な先端部にあるバスアービターに物理的に近いデバイスが優先的にバスマスターになりやすい割り込みは4段階の優先度がありインターラップト フィールディングプロセッサーが対応する。ある優先度レベルについては IFP に物理的に近いカードが遠いカードよりも優先度が高い。割り込みの際、割り込みベクターが IFP に渡される。このような方法ですべての I、O カードからの割り込みを曖昧さもなく区別することができる。ニバスと同様システム全体で必要とされる回路量は 最小限にされている。非同期バスではあるが、スレーブデバイスはそれを意識して設計する必要はなく、すべてマスターデバイスがアドレスおよびデータの信号の同期を取る責任を負う。タイムアウトで失敗したバスサイクルについても、マスターデバイスが責任を負う。同様に割り込み関連の複雑な処理もインターラップとフィールディングプロセッサーが引き受けている。Q バスの設計は、 思想的にも実装面でも2バスの設計に密接に関連している。DEC やサードパーティが販売していたアダプターは9バスと2バスで互換性があった。多くのオーデバイスは両方のバスで使用可能で本質的に同一だったが一部には微妙な差異があった。ありがとうございます。